せーの、おはようございます。じゅんです。ゆきです。はい、今日は、はい、なんとリンゴルフ新企画ダブルスマッチプレー対決。イエーイ。なんだそれ。なんだそれだよね私も詳しくは知らない、はい、今日の対戦相手、はい、初の対戦相手はこの間、はい、ご紹介したセンスゴルフグリップさんです。そう、パターのね、パターのグリップ、はい、はい、呼んでますので、はい、来てください。どうぞ。はじめまして、センスゴルフグリップの竹内です。お、ロサンゼルスからじゅんちゃんとゆきりんに会いにやってきました。イエーイ。今日はマッチプレーということなんで、はいはい、チームプレーということなんで、はい、相方には、村田さんに来ていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。竹内さん、村田さん、じゃあ2対2で今日は対決していくということなんですけど、はい、もしまあ、私たちが勝ったら、うん、はい、まあ、何か勝負ですからね、勝負ですからね、うん、まあ、ちょっと準備していただいているということなんですけど、なんだ、ちょっと発表してもらってもいいですか。はい、はい、リンゴルフでは毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですので、はい、その優勝者及び、はい、その他1名をアメリカの、アメリカのカリフォルニアの、カリフォルニアの名門コース、名門ミッションヒルズカントリークラブLPGA の女子メジャー第一戦、はい、アナインスピレーションの開催会場です。うん、プライベートコースでメンバーとしかプレーできません。はいはい、そこに2名ご招待します。マジ？優勝者ともう一人。私？はい。私？いや私。はい、私かな。うちらすごい重大だね。勝って2人招待をゲットしなきゃいけない。確かに。ということで早速ね、勝負を始めていきたいと思います。でも負けないよ。あ、私も負けない。頑張ろう。頑張ります。バチバチだねじゃあルール説明をね、つづさんお願いします。はい、つづさん、じゃあ真ん中でルール説明今回は男女の対決なので、はい、特別ルールを、はい、やった、設定させていただきたいと思います。普通に対決したら負けちゃうもんね。特に距離のハンデがありますので、まず一つ、両チームともに、レディースティーからプレイしていただきます。おお、男性も、はい、男性レディースティー、はい、ラッキー、すごい、はい、何それ。ただ、お二人の、距離がすごく出るので、はい、ちなみに青木さん、はい、ドライバーの大体の飛距離ってどれぐらいですか。190前後ですかね。はいはいはい、ゆきさんは。私160とか。はいはい、うんうん、じゃあそれを距離に合わせて、センスゴルフチームの二人には、うん、その最大距離100、そうですね、80ぐらいまでにしましょうか、うん、それ以上のクラブは全部抜きます。はい、なるほどね、はい、ドラバー使わないですか。はい、でお二人は、さらに交互に打ってもらう、フォーサムスタイル、うん、はい、マイホール交互に打っていく。マイホール交互、はい、あ、じゃあドライバー打ったらセカンドは、はいはい、あ、ワンボール、はい、ワンボールです。こっちはワンボール、はいはい、リンゴルフチームはベストボール、うん、あ、じゃあもう、はい、毎回2人のいい方を、ね、つないでいただくと。じゃあ 3球ってことで、1、2、3ね、はい、きつくないですか。いや、もう女性はもうこれぐらいしてあげないとやっぱり大変ですね。負けないぞ。このルールで行かせていただきたいと思います。これはもうよろしくお願いします。よろしくお願いします。スポンサー全部よろしくお願いします。おめでとうございます。皆さんアメリカに行きます。ありがとうございますアメリカがゲットできました、はい、よろしくお願いします。我々は今日カメラとあの、はい、コメントもユニバーサルゴルフスタジオが、はい、今日はちょっと撮影と撮影、ね、あの途中のトークもさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ村田さんのキャディバッグですね。はい、でまずドライバーは、いらないです、はい、ウッドもいらない、はい、いらない、いらない。6番は何ヤードですか。これとこれ入れてほしいな。6番ティーアップして何ヤードですか。ティーアップして170ヤード。嘘です。はい、なし200はいかないんですよね。いかないよ、6で。マジでいかないよ、俺今日。だってピンのアイアン飛ぶんで。いやいやいや、飛ばないって。一応じゃあ、一応じゃあで、こちらが竹内さんのバッグで、ドライバーはいらない。フェアウェイウッドも飛びますから、5番もいらないよね。170ヤード。これは勘弁してくださいね。5ユーで大体何ヤードぐらいですか。180。あ、じゃあ、まあ、じゃあこの下だけにしましょうかね。じゃあユーティリティから下だけで、はい、はい、お願いします。じゃあこれでいきましょう。いや、でもうまいからな。どうしよう、その感じが分からなすぎて勝てる気しかせん。 どっちから勝てる気しかせん、はい、どっちか ら, どっちからでもいいですよ。じゃあ、まあ、男性から打ってきます、ね、そうですね、はい、はい、じゃあいきましょう。
チョッ、うまい。次、じゃあ私打って、お願いします。お願いします。ナイスショー、最高、勝ったな。これはでもドライバーの距離とあんま変わんないんじゃない。よし、お願いします。左あれはオッケー。でもいいよ、距離飛んでる。飛んでます。6番アイアン、え、何ヤード残り？残り、わかんない。200ぐらいある。5番ウッド。乗らない。あ、右行っちゃった。やばいじゃん。いい。いや、ダメだよ、あれ。大丈夫。木の後ろ。うわ、最悪だ。まずいな。これはまずい。ここら辺。うん。あ、抜いちゃって大丈夫です。スタート。あ、まあ、そのままでもいいよ。うん、別に。どちらも。あ、その方が多分右に振り抜けるから。オッケー。ユキにいいよ、真ん中ぐらいに打ってくれる。ナイス。あ、こっちの方がいいかもしれない。うわー、でもなんか一緒。一緒ね。ほぼ一緒。あ、これはラッキーですね。出てきました。73ヤード。73ヤード。60度でいきます。え、下くぐったんすか。ダフった。うわお。寄せワンでお願いします。ミスショット、ミスショット。いいね、いいね、よかった。もう一回向こう失敗してるから、ほら、もう4打目なんだもん。お、とりあえず乗せよ。3打目で勝てるよ。グリーンどれぐらいなんだろう、今日。あ、全然弱かった。任せてください。うわー、ゆきりん大丈夫だよ。え、左足大丈夫。もうちょい、もうちょい、うん、左足大丈夫。ね、全然ダメじゃん。あ、でもあっちゃんミスってるから。あ、チャンスじゃん。イエーイ。ユキリンわざわざディポットに置いたっしょ。うん、場所的に60度もう一回いきます。はい、次4打目だ。次4打目、また送りました。こいこいこい。あ、順番に打ってんの。打ってる、打ってる、打ってる。6打目です。余裕、余裕。ユキリンボールある。あります。先に打っていいよ。確かラインを読みます。多分その線ぐらいでいいんだ。え、フックだよね。あ、スライスする。弱い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 。大丈夫。私はもうちょっと、パター苦手なんだけどね。これを寄せて、とりあえず寄せたい。うわ、切れる。うわー、弱っ。キャー、次入れないと。でもマッチプレーでしょ。あっち今6打目、もう7打目。入れダボ、入れダボ。もう家負けなんで、力強くバシッといってください。入れないと負け。ダメー。これで頑張って入れて、OK です。もう負けです。負け、ホールマッチ負け。練習したみたいですよ。お、ナイス。イエーイ、うまい。センス
グリップのおかげ。イエーイ。ナイスボギーナイスボギーナイスパターだったね。センスグリップのおかげですね。そうだね、ユキにフィッティングしたやつもできたもんね、はい、私もじゃあセンス出そっかな。あ、確かに私も一応センスあるから。センスでしょうかな。でも結構スパイダーのコメント多いですよね。そう、じゅんちゃんスパイダーどうみたいな。あとスパイダーにセンス刺すのみたいな書いてある。あ、そう、まあでもね、ワンチャンスパイダーにセンス刺すが正解な気がしてはいる。スパイダーにセンス刺す作業の多さスパイダーにセンス刺す男子2人慌ただしいよ、ね、緊張してますね。確かに緊張します。だからその間にちょっと取っとかないと、はい、結局セカンドが私たちがなんか170とか、はい、残っちゃってもあっちは170一応乗せられるクラブは持ってるから、うん、そうじゃん、結構やばいんだよ。確かに。一ホール終わってみてどうでしょうか、この勝負の行方は。絶対勝ちますどっちから。リンゴルフチームからです。駅で写真、はい、4番ウッドです。ドライバーじゃない。150ぐらいなんです。うん、多分150じゃ届かないよ。やばいかな。エッジには乗る。エッジで乗る、うん、あ、大丈夫だって。オンしますね。オン、お願いします。はい、オン、オン、オーケー。あ、でもやっぱ届かない。そうだよ、足りない。ハゲてるんだよ、風が。あ、ジュン先輩うちにはジュン様がいますから。世界のジュン様。これ、この辺あっちに打って。例のフェードでジュンさんのセクシーフェード見たいな。ここはね、残念ながらドローになっちゃう。とか言って、でもこの間ミスした。あれ、もうまっすぐ。やばいんじゃない？どこ行っちゃった？ナイスイン？ナイスインしました。最高。出た、ひどいナイスイン。またいい。え、結構ね、もっと打たなきゃいけない。村さん何番ですか。はい、ちょっと160ちょいなんで7番でいきます。7番、はい。マジで多分5番ウッドじゃないとダメだった。あ、ダウントまでバンカーだよ。おお、シャンクな音が。シャンク？いい音した。それはなんか OB っていう。あれ、これはちょっと暫定球竹内さんに打っていただくしかないですね。ラッキー。あー、もうこれ勝ちです。ラッキーだね。ラッキーすぎ。絶対緊張してる。確かに。まあね、力入っちゃいますよね。私たちには失うものが何もないですから。うわ、ひでプライドなんてねないし余裕だよね俺たち失うものがいっぱいあるんだ。でもこれが入ればパーですからね。もしダメでも。あ、そっか。もはやホールインワン。いけそう。おわ、セクシードロー。待てか待てか待てか。おわ、ま、すごい。ちょっと大きいですか。大きそうだけど。すごいね、あんな右から。やばい。あれ、セクシードロー誕生した。あれはセクシードロー誕生した。うん、あ、確かに。あれはセクシードローだよね。これはでもなかなかシャンクして OB を助かるって難しいですからね。ナイスね。え、 A でいいと思いますか。 A で、A、2打目3年聞いた親父ギャグやばやば。私からじゃあ OK、はい、左足側にボールを。こんぐらい？うん。おー、弱い。弱い。ちょっと待って、悔しい。なんかこの間もアプローチ弱いのがあったよね。はい。40？まあ、シンプルに下手くそなんですよ。見せっから、今。先輩お願いします。これはね、見せっから。青木アプローチ純でしょ。ミドルネームね。青木アプローチ純です。強めに打ってみようかな。さっき弱かったから。うま。うん、ま、うん、ま、うん、ま。どう？うまい。青木アプローチ順です。よろしくお願いします。入れボギです。入れボギ。この線残ってますね。
さあ4打目ですね。これは何番で？ウェッジでちょっと転がしていきます。はい、ここから転がすんですね。どっちから打つ？ユキから。スライスね。カップ1個。カップ1個。そうやってみる。覗き込むような。結構強め。うん。ザ強め。カップ1個よりも曲がりそうだな。おー！やっぱ強すぎ。ねえ、強すぎ。カップ1個だったね。多分でしたね。だから結構強めの弱めですよ。そうね、うん、強めの弱め。はい、まさかセンスグリップですか？そうだよ、入れないと。まっすぐだったね。 OK、 イエーイ。うまい。やっぱロングパット合うね。負けです。練習します。練習します。それによって変えるとか。いや、それは入ったんだ。おお、ナイス。さすがセンスグリップ。これですか？これです。すごい、すごい。ナイスです。どうした今の？面白かった。何じゃ。やっぱカップ1個かっつって、うん、ゆきさんと全く同じとこ打つっていう。でも強めの弱めでした。強めの弱めだったね。出だしが左だったのかな。あ、打ち出しが左だった今の。ゆきさんとピンの間ぐらい打ってくれれば。私それぐらいの気持ちだったんだけど、一緒だった。一緒だったんだ。たぶんね、ボールに行っちゃうんだよ、見てあると。ああ、そういうことか。行っちゃうんだよ。見ないようにしてたけど、気持ちがそっちに行っちゃうんだ。まあいっか、勝ったし。